大竹のもっと言いたいた放題月曜日はこの時間も引き続き経済アナリスト森永卓郎さんです。はいどうします。実はあのまだメディアがあんまり関心を持って取り上げていないんですけれども岸田総理はあの所信表明演説で。 演説でですね、うんはい、労働市場の三位一体改革を推進するとおっしゃってるんですよ。うん、でこれ3つは何かっていうと、うん、リスキリングと職務給と労働移動っていうこの3点セットを一気にやるんだっていうふうにおっしゃっているんです。うん、リスキリングっていうのは再教育まあ学びの勉しをしてあ、はいまあ、要するに別の職場に。 移動,しなさい移動しできるみたいなことをおっしゃってるってことで,すか、はい、でその背景としては、うんまあ、あ正社員を、うんえー、いつでも首を切れたりですね給料を下げられたりする、まあ、アメリカみたいな労働市場に改革しましょう年功序列と終身雇用はもうやめようっていうことなんですか <え>はい、いうことを、えーうん、お話をしたいんですけどこの四半世紀ですね日本の大企業の経常利益利益はもうずっと増えてきてるんです、はい、で、なぜデフレの中でも、うん、その利益がどんどん増えたかっていうとこれも皆さんご存知の通り、はい、賃金が上がらなかったから、うんはい、だから人件費が、うん 増えなかったから利益は確実に増えてきて、うんはい、そして大企業の役員の報酬も確実に右肩上がりで増えてきたんですで、じゃあなぜ賃金が上がらなかったのかっていうことなんですけれども、うんはい、これは経済学で言うと賃金というのは需要と供給の関係で決まるんですよ働きたい人がいっぱい出てくれば、うん 別にお前じゃなくても,もっと安いやついるからさ、うん、って言って賃金が下が下るんですところがですね日本は実はもう人口減少社会っていうのに入っていて生産年齢人口まあ働ける人の人口っていうのは、うんえー、15歳から64歳までの人です、はい、一応定義上は、うん、これですね実は1997年、うん、もう四半世紀以上前がピークだったんです。 っっと一貫して減って減いますでこの97年のピークと比べると昨年はもう15%も生産年齢人口が減っているっていうのが現実つまり25年前がピークだったわけです人口が。ところが働いてる人の数あるいは労働力供給はどうなったかっていうと実はピークは それもずっと後の2019年4年前です、うんはい、ここがピークだと、うん、だ人口がどん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 減ってってるのに、うんはい、なぜ働く人の数がどんどん増えてったかっいうとおじいちゃんがそうですそれが高齢労働力421万人増えました、うん、その次女性労働者340万人も増えて、うんうんうん そして外国人労働者が147万人増えたのこの3つでほぼ全て説明できるわけですでしかも実態として何が起こったかっていうとみんな低賃金労働力なんです安い高齢者は安い女性も実は正社員がどんどん増えたまあその部分はちょっとはあるんですけど大部分は派遣と。 そういうい非正社員がどんどんん増えた、はいはい、で外国人これも技能実習制度でどんどん入ってきてですね、はいえー、これも安いんですんだから安い労働力がどんどん増えてきたから賃金が上がらないっていう、うんうん、まあある意味で当たり前のことが起こってきたわけです、はい、でところがですね実は困ったことが起こったんですね。 日本の就業者数、働いてる人の数は、さっき言った4年前、<laughs> 2019年をピークに、まあそんなには入ってないですけどもう減少過程に入ってきました。はい、で、実は高齢者も女性も外国人労働者も、はい、数としては。 増えてんですいまだに増えてんですけれども人口減の影響の方がずっと大きくなって賄いなきれなくなっちゃって就業者数が減り始めるでこれはもう世界でどの時代を見ても労働力供給が減ると賃金が上がっちゃうわけですでそれは企業経営にとっては特に大企業の経営にとってはとてもとてもまずい事態なんでそれでさっきの リリスキリングですかこの三位一体改革をやろう、うんうん、つまりですね今のまあ、うん、主として大企業中堅企業も多いんですけれども終身雇用年功序列で働いている人たちは、うんまあ、そこそこの年収をもらっているわけです、うんうん、ここを切り崩していきましょうよえ、うん、いうのが今回の岸田総理の改革なんです。そうなって、うん こうどう考えたって安定的なのは公務員公務員と一部の大企業のエリートは今のまんまなんですね。安泰なんですけど、はい、その安泰だと思ってた正社員を切り崩しに行くでその切り崩しに行く時のやり方が私は汚いと思うんですけど、はい、身元でささやくわけです。 大丈夫ですよきちんと再教育しますから教育訓練したらあなたも IT 技術者になって、うん、今よりももっと高い年収がもらえますよ <laughs> ちょっと退職金をお休みしますからやめてみませんかって言われて <laughs> あそうですかって言って中高年がやめます、はい、半年間 IT の勉強をしました、はい、情報技術勉強しましたさて就職ができるでしょうか <laughs> っていう話なんです。はい まあ年くってくるといろんな学習とかなんか劣ってきますよね、はい、まあ自分でできると思ったことがやってみたらそうはいかないと若い人たちの,その IT のねその中枢に入っていけるかっていうとかなりりの疑問が残りますねす私前あの三井情報開発っていう情報システムを作ってる会社の総合研究所部門にいたんですけど周りが SE だったんで,、うんうん、で私も、うん でっとシステムエンジニアの人たちだったんでそれがプログラムー扱ってるんですけれども、うん、なんかみんな忙しそうにしてたんで、うん、じゃあ僕書きますよって言って、うん、プログラム書いたことが一度あるんですがコンピューター書けたらもううんともすんとも動かないんですよ。あ <laughs> あれあれと思って <laughs> 何十箇所か間違えていた。 そうまあ間違えてたっていうかそういうレベルではなくてですねフォートランっていう言語で書かなきゃいけないのに「皆さんこれこのブロックベーシックっていう言語になってますよ」って言葉が全然違ってたっていうないその時は30代だったんです確か。30代でもなかなか知らない分野っていうのはついていけないので40代50代60代の中高年ができるわけないじゃん。あの 岸田総理がリスキリングを受けても全然できないと思いますよ。うんはい、でそうすると何が起こるかっていうと、はいうん、就職先がないからとりあえず時給千円でいいかっていう方向にみんなが行ってですね、うん、ここに大量の低賃金が生まれる。 大企業よりの改革ってことになっちゃいますね。そ,そう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 ,そう,そうです。う大企業の、何かこう生き延びる作戦に、えー。国が協力してるみたいなことになりませんか。あの岸田総理はですね、うんえー。聞く力っておっしゃってたんですけど。はいうん、どうもね、耳が財務省と、うん。 アメリカと大企業にしか向いいいてなななような気がが、うん、他の他の人の言葉が聞こえないんですもね森山さん今度新しい本ですけども、ねはい、来週皆さんにプレゼントする予定ですけど「はい、増税地獄」っていう本ですでに国民負担率48% <laughs> <う><う>社会保障と税金でもらった金が30万なら15万は税金プラスアルファに使われてると。うんまあ、これ以上取られたら死ぬんです。うん